マジノ戦、マジノ戦、マジノ戦は、フランスドイツ国境を中心に構築された、フランスの対ドイツ用最善である。当時のフランス陸軍大臣、アンドレ・マジノ、1877年から1932年の名を冠して、マジノ戦と称する。北は、ロンビ、フランスベルディ・ルクセンブルク三国国境の町から、南は、地中海フランスイタリア国境にまで至る。 超大な複合要塞である。なお、一般には、バーゼル、フランスドイツスイス三国国境の町以北を、マジの線と呼び、対イタリア防衛を主眼とした南部の要塞線は、アルパイン線、アルパインラインと称する。フランスは、第一次世界大戦において、人大な物的、人的損害を被った。敵国ドイツは大戦に敗北したが、そのことをもって、 ドイツの脅威が去ったと捉えるものは少なく、ドイツに対する軍事的劣勢の解消が喫緊の課題とされた。先の大戦の経験から消耗戦を恐れ、防衛重視の戦略に傾倒したフランスは、戦闘員の不足を補う方策として、国境地帯における要塞の建設を軍事戦略の柱として位置づけた。第一次世界大戦後の一時的なフランスの少子化、人口減少も、 これを推し進めた。第一次大戦下の残酷戦における硬着した戦闘の様子は小説西部戦線以上なしに鮮明に描かれているが最前線に残酷を構築し両軍が睨み合いを続け双方が笛の音を合図に一進一退の突撃を繰り返すお互いに残酷を掘っては取り合うという戦い方は多くの兵士の命を意味もなく無駄にするだけであった。 西部戦線は、互いの国民を大量に動員し、大量に消費し合う戦争であった。生身の人間の貧弱な防御力と兵器の絶大な攻撃力、両者のあまりのアンバランスが、約500万人の犠牲者を生み出した。戦後、西部戦線三戦国ならば、どの国にも例外なく、沿線艦が蔓延していた。構想自体はマジノが提唱する前から存在したが、 一定の間隔ごとに、要塞軍を配備すべきだとする、要塞地帯委員長、ジョゼフ・ジョフル元イと、連続した、要塞船を構築すべきだとする、陸軍最高モン・フィリップ・ペタン元イとの間に、確執が生じ、妥協案として、対ドイツ国境においては、ペタンの案が、また対ベルギー・ルクセンブルク国境においては、ジョフルの案が採用された。もっとも、対ベルギー国境部分に関しては、 ドイツへの戦線布告後に本格的な建造が始まったが結局間に合わなかった。1936年幾多の曲折を経てマジノ戦は竣工。総工費は約160億フラン、維持費、補強費としてさらに140億フランが投じられた。難航不落を期待されたが第二次世界大戦開戦後の1940年にドイツ軍は マジノ戦を迂回しアルデンヌ奇襲により国境を越える。アルデンヌの森は自然の要害で、重砲や戦車は通れず行軍は不可能であるとフランス軍は反していたため要塞構想の範囲から全く外れていた。しかしアルデンヌから国内に流れ込んだドイツ軍の前にフランスは満足な抵抗もできぬまま敗北を喫するに至ったナチスドイツの乱侵攻。 1944年、ノルマンディ上陸作戦を経て連合国軍が反抗を開始すると、ドイツ軍は主制に回った。連合軍が独仏国境に迫ると、マジの線の要塞は、ドイツ軍の防御拠点として利用された。しかし、一定の防御効果はあったものの、長期にわたって連合国軍を阻止することはできなかった。当時の最新建築技術と火力を用い、 瞬間な地形を活用した構造となっている。108の主要塞を1 5トルの間隔で配置、連絡通路として地下鉄を通している。要塞には下方を戦艦に準じた構造の隠蔽型の砲塔や射撃装置を配置、前方には対戦車用に配置された鉄骨と対不評用の上和自体を設けている。厚さ3 5 0トル以上のコンクリートで防御され、 発言室や武器弾薬庫は全て数十メートルの地下に建造、さらに各区画は走行鉄皮で区分された。マジの線構造の戦略上の問題として以下の点が指摘されている。拒否を投じて築造されたにもかかわらず、ドイツ軍の侵攻を許したことから、無用の長物の代名詞として引き合いに出されることが多いが、正面からの攻撃に対しては一定の効果があった。 また、対ベルギー国境に強固な要塞軍が築かれなかったのは予算不足でも隣国に対する配慮でもなく、来たるべき次の戦争においてドイツ軍に正面攻撃をためらわせ、先の対戦同様ベルギーを通るように仕向けるための高等戦略であったとする説もある。実際、ベルギー側からマジノ線をベルギー国境まで伸ばしてほしいという要望が盛んにあったが、 フランス側にはベルギー国境をあえて解放することで以下のような利点があった。マジの線から動かせなかったというのはドイツ軍がジークフリート線をマジの線に対面させる形で建設させていたため動かせなかったというのがある。残豪線の発想で動いているため敵が強固な陣地を築いている時は相応の戦力で挑むしかなかったというのがある。ドイツ軍は 大フランス戦線において、マジの線を突破するために、様々な大口径の方を開発することとなったが、それらが実際に、フランス戦線で用いられることはなく、後に、主戦場となる、東部戦線において用いられた。大きな要塞のいくつかは、一般公開されており、内部を見学することができる。小規模な砦や統治下は放置され畑や草原の中に渦もれている。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。